阪神三十一系電車、阪神三十一系電車、阪神三十一型電車は、阪神電気鉄道が、かつて保有していた、路面電車車両で、一系の増備型として製造された、低床式の路面電車タイプの車両である。国道線開業当時に投入した一型は、モーターを二機しか装備していなかったことから、路面電車としては長距離であるのだ東、神戸間を、 従来の路面電車より高速で走行するには出力が不足であった。また、北大阪線開業時に投入していた501型が老朽化していただけでなく、阪神唯一の四輪単車でもあったことから輸送力も不足していた。このため、国道線の輸送力増強と北大阪線の501系を機械へのために一系の増備車を投入することとなり、モーターの増設など、 細部を改良した31型を投入することとなった。31型は1929年から1930年にかけて31から40の重量が田中車両41から45の5両が記車製造46から50の5両が日本車両製造の3社で合計20両が製造された。車体長、車体幅、側面窓配置、前面のデザイン。 台車などについてはナンバーが切り抜き数字となり46から50が通風口を前面左側に取り付けていた他は1型と変化ないがモーターと電装品については大きく変更され1型と異なり東芝製 SE-116D を4機搭載して高出力化した制御装置も東洋電気製の直接式制御機を搭載した この制御機は4個のモーターを直接制御するために、流れる電流も大きく、ノッチの診断にも内部に爪を設けるなどしたために、従来の直接制御機より大きくなり、運転台の窓にはみ出して、見えるくらい大変大きなものとなった。こうして、モーターを増設したことから、事情は18.6トンと1型に比べると1トン、重くなった。終電装置は、た。 大阪線に投入された車両については複可線式の区間が存在したためにトロリーポールを前後に核2機搭載した姿で竣工した。内装は大半の車両が1型と同じロングシートであったが、1930年に日本車両が製造した5両は並走するバス路線との競合に応じてクロスシートを備えていた。座席の配置は前後、 ドア寄りの窓二つ分はロングシートであったが、中央の六個分は片側二列、片側一列のクロスシートを六脚設置していた。路面電車のクロスシート車としては日本初であり、後にロマンスカーとして有名になる神戸市電700型より5年早い登場であった。1929年に竣工した31から45の15両は、 全車北、大阪線に投入されて501型を置き換えた。翌年には46から50の収益に合わせて31から35が国道線に転席したが、その際、溝型レールを使用していた北、大阪線と通常の T 型レールの国道線では、車輪のバックゲージが異なることから、車輪を修正している。その後、1932年には、 野田駅構内の連絡線が完成したために、北大阪線車両も浜田車庫に入庫するようになり、北大阪線の線路も T 型レールに交換されたことから、北大阪線で運用されていた車両も、国道専用と仕様を統一している。1933年にクロスシート車は、国道線で使用中の車両と、北大阪線で使用中の車両の番号を揃えるために、 番号を三十六から四十に変更し、それまでの三十六から四十が変わって四十六から五十と改版された。九百三十五年には四十番台を意味番として結番としたことから、四十一から五十を八十一から九十と改版した。八十番台まで大きく車号が飛んだのは五十一点六一の両形式が存在していたことと、 当時すでに71系の心臓計画があったからである。また、同時期にクロスシートの36から40のロングシート化を実施、捻出されたクロスシートはアミデンコと121型に転用された。このほか、71系製造前に90号に東洋電気製造製の油圧カ無軸式関節制御装置が使用されたほか、1936年には、 1系同様着脱式だったヘッドライトを固定式に改めて屋根状に取り付けた。この前後には31から35が再びダブルボール化されて北大阪線運用に復帰、国道線に残ったのは元クロスシート車の36から40の5両だけであった。戦時中には31型も金属教室の煽りを受けてナンバープレートと車掌。 二本ある窓保護棒のうち一本を供出したが、一部の車両は車掌がそのまま残ったものもあった。戦時中から戦後にかけて時期は不明ではあるが、北、大阪線の河川が単河線化されたことにより31型もマイナス側のポールを撤去して全車シングルポールとなったほか、90の制御機も元の t d k q b 1 LBT に換装された。 1>, 1系の項でも述べたように、4個モーターで出力に余裕のある31型は、戦後は運用の中心を国道線にシフトした。この間、1系同様図書七7 1系以降と同じ、ベージュとマルーンのツートンカラーに変更。車掌は、側面左側のドア横に、ナンバーは、正面右下と、側面右側のドア横に記入された。 1949年から1950年にかけて神戸方のトロリーポールをワインゲルに変更。大阪方のポールは予備として残されたが、その後撤去された。同じ頃に保護棒も復旧されたほか、尾灯を正面、左窓状に移設した。1954年12月15日の設置車両での火災で39が全焼。 翌1955年に廃車となった。その後は一部の車両がベンチレーターをガーランド型に換装したくらいで大きな変化のなかった31系であったが、1967年に81が、翌1968年に31がそれぞれ制御機を東芝製の油圧カム軸式間接性装置である RPM-100 に換装された。 登場後40年近く経過した1960年代後半から1970年代初めに、かけて38.40を除いた前車の車体更新を実施、使わなくなった行き先方向幕を埋めたほか、トロリーレトリバーが車掌台側から運転台側に移設され、車体がノーリベットとなった。その後も31型は国道線と北、大阪線を中心に運用され、 1974年3月の国道線西灘から上降支援間廃止時に5両が車されたが残る14両は1975年5月5日の平洋軌道線の廃線時まで運用され最終日には31型が前年の西灘から上降支援間の廃止時同様に扉の幅広い側面を生かして装飾電車に起用され廃止とともに全車廃車となった 廃車後の保存車両は存在しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。